waking up early. Early, early in the morning. FM Osaka. Laugh and music room. Ice cream voice. Ice cream voice.皆さんおはようございます。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス LDH3 人組ガールズユニットアイスクリームのルイとユナとひなたです。本日は3月7日です、はい。卒業式シーズン真っ盛りなんじゃないかなと思います。卒業生の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。そんなめでたい週ですが、昨日3月6日はユナのハッピーバースデーでした。ありがとうございました。19歳1日目ですね。確かに皆さんめちゃくちゃたくさんいろんなメッセージ送ってくださって本当に嬉しかったです。まだ目通せてないと思うので、はい、これからゆっくり読ませていただきます。はい。ゆなもラストティーンになったということで、うんうん、もう次ひーちゃんを祝ったら本当に最後のラストティーン、ハッピーバースデー会になりますが、はい、今回のユナの誕生日の模様は SNS などでアップしていますので、ぜひそちらをチェックしてください、はい。今週は皆さんからたくさんメッセージをいただいているので紹介していきたいと思います。はい、まずは一つ目、ラジオネーム大阪府の愛理さん、うん、ありがとうございます。アイスクリームの皆さんおはようございます。おはようございます。3人に何度か伝えましたが、3月から1年間留学に行ってきます。うわすごい、うん。小さい頃から留学するのが夢だったけど、実は実際に行動に移すことができたのは3人のおかげなんです、うん。小さい目標から大きな夢まで、メンバーやファンのみんなと一丸となってどんどん叶えていくアイスクリームを見て、私も頑張らなきゃって思い1年間行く決断ができました。嬉しい。1年間も3人に会えないのは正直寂しすぎます。でも離れていてもずっと大好きだし応援してます。だから私のことも応援してくれると嬉しいな。 SNS でもつながれるし空もつながってる、そう思って1年後成長した姿で会いに行けるように頑張ってきます。大好きだよとの。かっこいい。1年間って長いよ、ね。だからその間に私たちもたくさん成長できるように確かに頑張りましょう。確かに、ね、お互いに。ぜひぜひ。 SNS でもだし、うん、空も同じですし。そうだね。なんかそうね、あの空もつながってるっていうので曲名をソーブライトにしてくれたのも嬉しいですね。ね、確かにセンスがいいね。ね、頑張ってください。はい、応援してます。続きまして、東京都のがっくんさん、はい。もうすぐ卒業シーズンですが、ひなたちゃんはもう高校生卒業ですね、うん。高校卒業する前までにやっておきたいこととかありますか、うん。またるいゆなちゃんは何かこれ卒業したいみたいなことはありますか。なるほどなるほど。じゃあまずひーちゃん。そうひーちゃん、ひーちゃん。いやそうですね、これ結構聞かれるんですけど、うん、あんまりなくて結構まっとうして JK という存在を全うしたし、その JK ブランドであるひなたをかなり楽しんだ気がするので、うんうん、あんまりないんですけど、でもなんか高校生のうちに大人っぽいねってたくさん言われたいです。なんかもう高校を卒業したら大人になるから、大人っぽいって、ね、大人っぽいねって言われる表現がなくなっちゃうのかなって思うので、ちょっと大人になります。なるほどねっていう。確かに、はい。2人は、じゃあゆなは何かこれ卒業したいか、うん、うわ結構難しいな。でもなんかパッと思いつかないくらい、さっきひなたが言ってたみたいに、なんか今やりたいこと全てやってるから、うん、これめっちゃ卒業したいなみたいなことはないかな。え、ゆなわさび食べれるっけ。食べれない。え、けどね、ゆなはね食べたいと思わないんだよね。え、そうわかる。わさびを食べれるっていうことが、その二十歳に向けての節目としてあると思いますみたいなことを言って、うん、よく言ってるんですけど、でもなんか確かにそうだけど、卒業したいとは思わないんだ。そもそも好きじゃないから今、うん、だからその卒業したいから頑張りますみたいな宣言をする気はないけど、うん、まあ、まあまあ、ちょっともうちょっと風味と寄り添えたらみたいなくらいですかね、私も。確かに。時間ギリギリを卒業したら。確かに。いいねいいね。確かに確かに、大事。5分前行動を心がける。なるほどね。ちょ波があるね。じゃあ、まあそれの卒業に向けて頑張りたいと思います、はい。続いて、和歌山市のたくまさん。おい、るいちゃんの初ランウェイが TGC 和歌山であったことがとても嬉しく思ってます。そう、和歌山だからか、うんうん、ありがとうございます、ね。初ランウェイ緊張したと思いますが、歩くスピードとか気をつけたところはどこですか。またどれぐらい緊張してましたか。また和歌山に来てくれることを願ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。緊張しました。緊張したんですけど、ちょうど同じあのブランドさんのステージ、私の出番の
2個前にみなみちゃんが、うん、ガールズガールズのみなみちゃんが同じ初ランウェイだったんですけど、歩いて行ってて、そのみなみちゃんがステージに出ていく瞬間を私はこう2個後ろでこう並んで待ってたので、うん、なんかみなみちゃんの方が年下なんですけど、うん、すごいこう堂々とステージに立っていく姿を見て、なんかそれにすごい勇気をもらってたおかげで私も頑張ろうと思って歩けたので、うん、そこはステージ終わってからみなみちゃんに速攻で感謝を伝えていや本当にありがとう、マジでみなみちゃんが前、心強かったよね。順番が逆だったら、うんうん、私はもう多分もっとガチガチだったみたいな話をしたのでなんかちょっとそうですね、仲間に感謝っていう感じでしたね。ありがとうございます。また和歌山に来てくれることを願ってますということで、メッセージありがとうございます。今回 TGC 和歌山にはオープニングアクトとしてアイスクリームも、出演させてもらいました。新曲のね、ラブミーベターを披露させてもらったりとか、やっぱりこうアカペラで始まるドキドキ感は今変わらないませんが、アイスクリームのこうパフォーマンスでまた和歌山の皆さんにもパワーだったりとか、アイスクリームっていう存在を知ってもらえたらなと思いますね。はい、オープニングアクトじゃなくてね、本編にいつか出てくださいって言えるように頑張ります。はい、メッセージ皆さんありがとうございます。ありがとうございます。それでは1月20日に配信された新曲をお送りしましょう。それでは聴いてください、アイスクリームで Love Me Better。不安だったの、オスタイルトレンメイクアップオンで完璧な私なら愛される、そう思ってた。君と出会って本当の素顔を見つけたから、 I love you love you love you そう自分になれる。 When I'm with you 愛してる。 I promise 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 同じ私にあげたいのは self love、 心の中愛が溢れて giving it to ya、 君に好きという瞬間もっと自分を愛せる、目を閉じ未来をイメージ隣に君がいた。 I love you love you love you そう自分になれる。そんな時でも君のことを思えば I feel fine baby、 Thinking of your words amongst all my words、 I love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  you better、 When I love you better、 ずっと頑張りたかった、だけど今は Will you love me better、 Oh yeah、 I love you love you love you、 そう自分になれる、ラフ&ミュージックルーム、アイスクリームボイス、アイスクリームのルイとユナとひなたがお送りしています。3月に入りました。3月というと桜、そうですね、
咲くね。そうそう、咲き始めるねっていうところが3月ですけれども、ね、今年の開花予想はこの収録時点で東京が一番早い3月21日、はい、名古屋が3月24日、はいはいはい、大阪が3月28日、うん、ちょっとなんかこう4日ずつぐらい出てるね。ちょっと遅れてね。仙台が4月6日となっています。桜の開花予想は日々変わっていくので、ぜひチェックしてみてください。 FM Osaka Laugh and Music Room Ice Cream Voice Ice Cream Voice。アイスクリームがお送りしてきた FM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、日向のセレクトソング、はい、日向のセレクトソングをお届けしました。私ルイのセレクトソングは来週桜ソングをお届けしたいと思います。はい、あっという間にエンディングのお時間となりました。はい、最後に告知をひーちゃんお願いします。はい、今月、25日26日、滋賀県東近江市ふれあい公園で開催される近江大行進ロック・ザ・ビューティー2023にアイスクリームが出演します。嬉しい。私たちは26日の出演となりますので、はい、うんうん、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、そして、うん、5月10日には私たちのオールマイがリリースされます。最高。はい、新曲ということで、まあ、まだ細かいことは言えないんですけれども、ね、皆さんにはぜひ楽しみに待っていていただければなと思います。はい、そして新たに今回、冒頭でも流させていただきましたが、ラブミーベターの、パフォーマンスビデオが YouTube にて公開されているので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。質問疑問何でも OK です。メッセージは FM 大阪のホームページからラフ&ミュージックルームアイスクリームボイスを選んで送ってください。来週も私たちのこと、私たちが気になっていること、流行っていることなど、いろいろお話ししていきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームのルイとユナとひなたがお送りしました。ここでなんと番組からお知らせがあります。はい、2021年の7月からお送りしてきたこの番組ですが、なんと今月いっぱいで卒業となります。はい、寂しいです。寂しいんですけど、本当にこの番組を通して皆さんと朝からつながることができているので、本当になんか嬉しい思い出とか感謝の気持ちでいっぱいです。はい、皆さん番組の思いなどをラストメッセージとしてぜひぜひ送ってきてください。3月末までアイスクリーム、はい、ラフ&ミュージックルームをどうぞよろしくお願いします。お願いします。ではまた来週、バイバイ。